7月20日、K.I.2A の冠無理バラエティ番組、キスマイ・チョープ・デュース・クー富テレビ系金曜深夜0時25分から、学月末で終了すると発表された。11年の歴史に幕を下ろすこととなる。フジテレビといえば、嵐の相葉雅紀、40、がメインを務めるバラエティ番組、VS 魂グラデーション、木曜19時から、 木月で終了することが報じられている。こちらは2020年末をもって活動休止を発表した嵐の冠番組 VS 嵐の後継番組だ。リニューアルを経て続いた放送期間は15年半。まさに長寿番組である。何度も手こ入れし数字回復を図るも最近の平均世帯視聴率は4%。 前後ビデオリサーチ調べ関東地区以下、どうを、うろうろ。7月13日の3時間スペシャルでは、番組初の海外遠征で韓国ロケを観光したほか、体調不良の相場さんの代打として桜井翔さん、41が登場したことで注目を集めましたが、視聴率は5.7%とそこまで上がりませんでした。 テレビ各局が最重要視する13歳から49歳までのコア視聴率も1%後半から2%前半と大苦戦していました。若手の人気ジャニーズが集結していたのに若い層が見てくれていなかったんですよね。視聴率低迷に苦しむ中、9月末にはレギュラーメンバーである元 k n g o p の岸優太さん、27。 が、ジャニーズ事務所を退除します。そうした実情を踏まえ総合的に判断した結果、番組終了のジャジがなされたようです。制作会社関係者。ジャニーズタレントがメインを張るバラエティ番組が次々と改変対象に、にわかに動きを見せているフジテレビ。時代の城島茂、52、国分太一、48、松岡正宏、46。 画幕を務めるトークバラエティ、時をかける、水曜23時から、も、枠を移動することになるようだ。同番組は12年10月から放送スタート。放送当初から水曜日の23時枠で10年以上続いている長寿番組です。しかし、ついにその枠から撤退。放送は続くと見られていますが、どうやら土曜昼の枠に引っ越すとか、全同、四角。 vs. 魂、終了後も相場企業。富士が、嵐、ブランドにしがみつく裏事情、バタバタとした改変の裏側には、ジャニー北川氏、去年87、による課題問題の影響があることは否定できなそうだ。前での制作会社関係者は、現在、フジテレビはジャニーズ事務所と距離を取り始める。ジャニーズ離れが進んでいる、とも明かす。 しかし、VS、魂、枠の後発番組のマックには相バが起用されることが決まっているというのだ。他のジャニーズ番組とは明らかに一線を画した扱い。ここまでして嵐の番組を残しておきたいフジテレビの思惑は一体何なのか 新番組は学校もののバラエティ番組になるようですが富士としては嵐の復活番組をゼガヒでも放送したいという考えを持っているんです民放キー局関係者。嵐は人気絶頂だったにもかかわらず20年末で活動を休止。リーダーの尾野里氏42が一度何事にも縛られず自由な生活をしたいという意向を示したことがきっかけとなった。 嵐は話し合いを重ね解散ではなく活動休止という形を取りました。活動休止なので理屈上復活という道がないわけではありませんが、それには大野さんの復帰がマスト。そしてもし大野さんが表舞台に戻る姿を番組で放送できれば、高視聴率は間違いない。その時に対応するために嵐の番組を持っておきたい。 という富士上層部の意向がある。そのため、嵐の活動休止後も、VS 魂として番組を背負ってきた相葉さんで新番組を作る、いわば、超別格の大宮を用意したわけです。全能、四角相葉は復活に弱わせも、王野は南国の地で。相葉は、3月31日放送の、この歌詞が刺さった。グッドフレーズ、TBSK。 2VTR 出演した際、マックの加藤浩治54から今後について聞かれると、まずは5人で飲みたいですね。最近飲めてなくて、と言い、本当にどう思っているのかを聞いてみたい、とメンバーそれぞれが今後の活動に対してどういう考えなのか聞きたいという思いをとろ。加藤がそこで次の嵐の形みたいなのが出てくる可能性も、 と尋ねると、相葉は、あるかもしれないし、そうなったらいいですね、と笑顔で答え、嵐の復活に向けて前向きな様子を見せた。ただし、現実問題として王の復帰させられるのかというと、今年2月俳優の中村正也さん30。 6が沖縄宮古島でバーをオープンさせたと自身のインスタグラムで報告しましたがこのお店に出資しているのが大野さんだと2月9日発売の女性セブン小学館が伝えています。宮古島が大好きな大野さんは島にリゾートホテルを作るという噂がずっと飛び交っていますがそちらについては未だ詳細情報がないまま しかし、宮古島へと完全移住しているようだという話も聞こえてきており、とにもかくにも、芸能活動への復帰は全く考えていない様子。6月17日で40歳になった二宮和也さんは、7月20日に生配信を行った YouTube、ジャニのチャンネル、で、大野さんから誕生日祝いのメッセージをもらったことを明かしており、メンバー間でのやりとりはあるようですが、 自由気ままな生活を南国の地で謳歌しているであろう王野さんを引っ張り出すにはかなり大きな壁があるように思えてきますよね。ワイドショー関係者。一昼の望みをかけて嵐にすがりたいフジテレビ。南国でのんびりした時間を過ごす王野を果たしていつまで待つのだろうか。四角画像5人が可愛いね。 嵐の5人がステージ上で見せた格好良すぎるお揃いスーツ姿5人がステージ上で再び輝きを見せる日は来るのか